M4MacBook 出ましたね。いや、ちょっとね、今回のバージョンアップというか、もう僕これ M1MacBook Pro なんだけど、そこから M4 に変わっていろんな機能がちょっと盛り込まれているので、僕が映像制作を仕事でやってるんだけど、そういった観点から見て僕が期待するこの M4MacBook の、機能、魅力であったり、あとは、どういった人に、例えばその動画編集今からやりますよとか、あと動画編集やっててもちょっとこう今のパソコンだといろんな不具合があって満足できてないんだよなっていう人向けに、どういうものを選べばいいのかをね、今回シェアしていきます。じゃあ早速ね、 M4MacBook の魅力をねちょっと語っていきたいと思うんだけど、今回はもうすでに公式ページこんな感じで M4MacBook の公式の詳細をね書いたページができてます。で、これページを見ながら一緒にね、こう機能とか、映像制作をしてる僕が、期待してるバージョンアップ機能だったり、例えばその今から動画編集をやってみたいっていう人とか、すでに動画編集とか映像制作をやってるんだけど、ちょっと今のパソコンに満足いってないんだよなっていう人が、どの Mac を選べばいいのかまでね、ちょっとこう深掘りしていきたいなと思ってます。で、僕自身はこうみんなとね一緒にこのページを見ながら、最終的にこの MacBook M4MacBook を購入するかどうかを決めたいと思います。高いんでね、ちょっとまだ決まってないんですよ。はい、じゃあ早速ね見ていくんですけども、ここ見てもらうと分かる通り Apple Intelligence のための設計って書いてるんですけど、これって、AI ですね。ついに、Mac にも AI が搭載されるということで、何もその M4MacBook 以外がこの Apple Intelligence 使えないってわけじゃないんだけど、一応ねその AI 推しということで、一番最初にこれ出てきますね。で、デザイン的なこれ、僕が使ってる普段、仕事でも使ってる MacBook は M1 の MacBook Proになるんだけど、14インチね、14インチモデルになるんだけど、そのデザイン的な面で言うと変わったところっていうのはあんまりないんですよ。無印の M1 とか、そういったものから比べるとポートの数が1個増えてたりするんだけど、僕は M1 の MacBook Pro の場合は外観が特に変わったっていうところは今回ないです。ただし、M1、M2 にはなかった色、M3 から入った、スペースブラックっていう色がね、追加されてます。まあ、M3 からね、追加されてる色なんだけど、これが、無印の M4Mac でもこれ、選べるようになったみたいです。で、どういう機能があるかって言って順番に見ていくんだけど、これがね、新しいね、M4MacBook ですね。で、デザインをここで見ることができます。こういったシルバーももちろん、あります。色の展開としてね、シルバーがあって、で、今回はスペースブラックということで、より黒に近い、漆黒に近い感じで、ちょっとこっちの方がかっこいいですよね。まあ、M3 でこの色を使ってるよっていう人もいると思うんだけど、僕はこの色初めてなんで、ちょっとね、心がね、動いてるんですね。で、もちろん14インチと16インチ2つあるっていうことですね。で、個人的にどっちがいいのっていう話なんだけど、基本的にはね、MacBook Pro のそのラップトップパソコンって持ち出すことが前提だと僕は思ってるんですよ。外でもやっぱ作業できて、で、今ね、スタジオに来てるんですけど、スタジオでもこう持ち出してすぐにそこで編集ができたりするんだけど、16インチって意外とちょっと大きいんですよ。で、14インチ16インチ2つあるんだけど、動画編集をするときに、じゃあ14インチと比べて16インチの方が作業性がはるかに高いかって言ったら、まあ僕はそうでもないなと思ってて、で、今みたいにディスプレイをつなぐってことが多いんですね、ケーブルで。で、こっちで動画編集をしたり、大きい画面で動画編集をするんで、僕はその携帯性の高い14インチの方がいいんじゃないかなというふうには思います。で、今回ね、M4 の CPU が入ったということで、通常だったら
M4 無印の M4 が発売先に発売されて、で、Pro と Max が後で発売されるっていう、 M1 の時はそうだったんだけど、今回はね3つ同時に無印、それから Pro で Max 全部一緒に出るみたいです。なのでちょっと何を買っていいのかわからないっていう人も結構いるんじゃないかなって思います。でここにはね、まあ大体どれぐらい速くなりましたよっていう高速化のことには書いてるんだけど、これね全部 M1 との比較なんで、もし今 M2 とか M3 とかを持ってる方がいたら、この辺の数字っていうのはちょっとこんなにはスピードアップしないよってことなんで、ここは注意した方がいいかなと思います。ちょっと書き方がね、M1 と、僕が持ってる M1 と比較してるんで、ちょっとこの辺ね罠があるかなっていうふうには思います。でグラフィックの性能が上がりました。これはね単純に嬉しいですね。でさっき言った Apple Intelligence のための設計とは書いてるんだけど、これ僕が持ってる M1 MacBook Pro でも使えるようになると思います。で、何が M1、M2、M3、M4 何が違うかって、結局は、CPU だったり GPU だったり、コアの部分が変わってくるんで、例えばその Apple Intelligence の例で言うと、たくさんの処理を加えた時にもっさり、こういう M1 とか昔のモデルを使ってるともっさりする可能性っていうのはあるので、ちょっとね実際使ってみないと分かんないんですけど、で僕が AI に期待すること、すでにね僕結構 AI 使ってて、例えば何に使ってるかっていうと、Adobe のソフトなんかでよくある Photoshop とかで、生成 AI とかでサムネイルの、要するに文字を、文章を打ったらその通りに、その通りじゃないけどイラストを作ってくれたり、写真をちょっとこうスクエアの1対1の画像を16対9に引き伸ばしたり、違和感なくね引き伸ばしたりっていうのができるんだけど、そういうことを結構やったりしてるし、あとは、クライアントとの、Zoom の会議とかで、ずっと喋るんだけど、やっぱ喋りながら議事録を取るってなかなか難しいんですよ。難しいんだけど、AI に任せてしまえば、ずっと喋ってるだけで、あと要約しためちゃくちゃ精度の高い議事録って作ってくれたりするんで、そういうのが Apple にもね標準搭載されるっていうことで、これはちょっとね嬉しいかなと思います。使わない人は使わないかもしれないけど。で、あとは、バッテリーですね。バッテリーは M1 MacBook Pro なんだけど、そこから比べると結構ね、ここにも書いてある通り最大24時間のバッテリー駆動が可能っていうことで、ねこれバッテリーの問題っていうのがあって、外で編集する場合って結局その車で結構移動したり、機材が多いんでね車で移動したりするんですけど、その助手席とかでたまに編集とかすることがあるんですよ。で、自分の動画の YouTube の動画とかを編集してて、で残りバッテリーが 20-30% で、ちょっともう時間ないしアップロードしようと思って YouTube にアップロードかけると、なんか意外にその通信速度、ポケット Wi-Fi とかの通信速度が遅くて、アップロードがめちゃめちゃ時間かかって、でバッテリーがどんどん減って、なんか残りもう 5% とかなって、あこれちょっとまずいな、もうアップロードまでいかないなって思って、結局それをキャンセルしてまたホテルに行ってアップロードし直すっていうことも結構前はやってたんだけど、今回ね M4 になってバッテリーがさらに長持ちするってことは、こういう問題っていうのも、事前に対策っていうか、そういう問題がなくなってくるんじゃないかなっていうのは、ちょっと僕的には昨日というか、期待はしてるところですね。で、MacOS についてなんですけど、ビデオ編集については、もっと、シームレスにね、例えば今で言うとね、僕結構編集たくさんしてるんですよ。本数で言うと年間で言うと200本超えてるぐらい、自分の YouTube も含めてクライアントの YouTube だったり、プロモーション映像だったり、いろんなこう編集をしてるんだけど、200本くらい編集してて、で今ちょうどねのさっき納品した動画とかがあったんですけど、そこのクライアントさんは結構ねゴリゴリにそのアフターエフェクツとか、プレミアの、アニメーションとかモーショングラフィックスをもう結構てんこ盛りに入れることが多くて、そうするとこの M1 MacBook Pro、16GB にメモリアップしてるんだけど、それでもねプレビューがカクつくというか止まるんですよ。
で止まるからどうしてるかっていうと、Adobe Premiere Pro の場合は、そこの、まあ、レンダリング処理をして、プレビューをこう滑らかに見せるようにあのレンダリングするんですけど、5分ぐらいの動画のレンダリングでもう30分ぐらいかかるんですよ、レンダリングしてる。でそのレンダリングしてる間って何もできないんですよ。パソコン編集とかも全くできないんで、どうしようかなっていう、ちょっと休憩したりするんだけど、でそれが終わって、あ、ちょっと BGM とちょっとカットがずれてんな、なんか2フレームぐらいずれてんなってずらすじゃないですか。そうするとまたカクつくんですよ。またレンダリングしなきゃいけないんです。ちょっと入れ替えるだけでもう毎回カクつくんで、そこだけはちょっとね不満点なんですよ。それがその M4 とか M4 Pro とかになると、なんかね解決されそうな気がするんで、そんなにそのゴリゴリにモーショングラフィックスとか普段は使わないんだけど、そのたまにね年に何回かはそういうクライアントもあるので、まあ、過去も事例もあるんで、ちょっとこの辺はね僕が一番心を揺らいでる部分ですね。この M1 MacBook Pro は全然ね普段の編集では不満はないんですよ。まあないんだけど、今やってる編集なんかはもうすぐ止まっちゃうんで、そこだけね迷ってるポイントですね。で、あとは Mac と iPhone がシームレスにつながりますよって、これも意外と便利で、今は昔ね、もともと僕 Windows ユーザーだったんですよ。 Windows ユーザーもう30年近く Windows ユーザーだったんだけど、 Mac に移っても、まあ、2、3年ぐらいなんですけども、本当 AirDrop とあと iPhone でコピーしたものがそのままシームレスで MacBook でペーストできるっていう、めちゃめちゃこれに感動してて、それを結構使ってるんだけど、さらにこの、M4 からはシームレスに、例えばその画面、 MacBook の画面に iPhone の画面を移して、ファイルをドラッグ&ドロップとかできるようになるみたいです。これは M4 とかに限らずになるのかな、ちょっと OS の機能かもしれないんで、この辺は M4 じゃないとできないっていうわけではないかもしれないです。ちょっとねその辺調べてないんで分かんないですけど、で、今回はディスプレイは、リテーナディスプレイなんだけど、新しくねそのナノテクスチャーディスプレイっていうのが搭載されます。でどういうものかっていうと、要するに反射、外とかで、編集とかしてる、作業とかしてると、どうしてもその反射するじゃないですか、日の光を浴びて、で画面が見づらいと、そういうのを、反射をね抑えてくれるような加工がされたディスプレイ、ナノテクスチャーっていうディスプレイが、今回搭載されるようになりました。これもねちょっと面白いかなっていうふうには思います。なんかこうアンチグレアのこう画面にフィルムをつけたりしてる人もいるみたいですけど、まあ、この辺のねテカテカしたのが嫌いって人は、こういうねオプションなんだけど選ぶといいかなと思います。で、カメラに関してはフェイスタイムカメラに関しては今回はセンターフレームっていうのがあって、例えばちょっとこう会議中に動いたとしても常にこうセンターに、こう映し出す、ようになるみたいですね。まあ、要するにカメラが追って歩くみたいな、実際これは動かないんだけど内部で処理する感じですね。で、まあ、それいるかどうか分かんないけど、あともう一個はデスクビューって言って、前はね iPhone を使って、俯瞰の映像、例えば机にあるどういう時に使うのかな、 e コマースとか商品をこう相手に見せるのにいちいちこうしなくていい、 こんなことしなくてよくて、ここに置いたものをこういう形でね見せるっていうことができるみたいですね。まあちょっとズーム会議とかでもしかしたら資料を見ながらとかで紙の資料とかしかない場合はもしかしたらこういう機能が役に立つかもしれないですね。で、今回ちょっと僕も期待してるのが、USB-C ポートではなくて、サンダーボルト、これサンダーボルト 4だったかな、4が、3ポートついてるんですけど、それが5が使えるようになります。これはプロ以上だったかな、プロ以上ですかね。サンダーボルト5はここにも書いてある通り最大ですね 120GBPS か
の転送速度を持つってことで単純にめちゃくちゃ速くなるっていうとこですね。例えばそのカメラとかでこの前撮影行った時に2日間の酒蔵の撮影でだいたい2カメ入れてたんですけど2カメ分で400ギガぐらい の素材があったんですけどそれをパソコンに移したりするのに結構時間かかったんですよ。でそこがもう転送の時間、もう転送してる間はもちろん編集とかできないので転送する時間が単純に早くなるっていうのは嬉しいんだけどこのサンダーボルト5に対応した例えばその SSD とかはそんなにまだないんですね。だからまあちょっと今後の機能というか、まあ、今後のスタンダードにもしなっていくんであればこのサンダーボルト5の、ポートっていうのはその速さの恩恵っていうのは、活かせるんじゃないかなっていうふうには思います。今のところ一応ね SSD サンダーボルト5あるんだけどまだめっちゃ高いんでちょっとねこの辺どれぐらいのスピードが出るのか、例えば何百ギガっていうファイルが何秒ぐらいで転送されるのかっていうのも結構気になるんだけどこのサンダーボルト5のマックスのスピードを出せばだいたい1秒間で15ギガバイトぐらいのデータが、転送することができるらしいので、まあまあめちゃくちゃ早いっちゃ早いですよね。はい。で、その他には何かあるかな。まあね、アップグレードするなら今が最高のタイミングですって書いてるんですけどね、あのね、もう迷ってるんですよね。なんで迷ってるかっていうと、もうね、こう見てもらったら分かるんですけど、M4、3つ一緒に出たんですけど、無印の M4 と、M4 Pro と M4 Max なんですよ。この3つ出たっていうのがあるし、その3つの中でもいろんなカスタマイズができるんで、結構迷ってたり、あと金額がね、結構高いんで、そこがちょっと僕のこの注文しますっていうクリックを押させない原因の一つにはなってるんですよね。なかなか高い。で、最初に言った通り、どういう人にどういうこうパソコンが向いてるのか、M4 無印がいいのか、プロがいいのか、どっちが向いてるのか、MAX がいいのかね。向いてるのかっていうと僕なりの考えとすれば今から動画編集を始めたいやってみたいっていう人にとっては無印の M4 結構ねいいんですよ。ここにね10コア CPU と10コアの GPU って書いて、ここ最大って書いて分かりづらいんですけど一番下のモデルでも16ギガのメモリが積んであるんですね。こいつと一緒のぐらいの大きさ一緒の、数というか 16GB なんで同じものが載ってるんですよ。となると、僕 M1 MacBook Pro で普段、編集しててそんなにこうストレス溜まったことがないし M4 に変わるのでもっともっとこれよりは良、くなるんじゃないですか、スピードとかね良くなるんじゃないかなって思うので今から動画編集をやってみようかなとか思ってたり例えばその今後、仕事を受けて動画編集とか映像制作の道に進んでいきたいっていう人は僕は、無印の M4 でいいかなというふうには思います。で、僕みたいな人もうすでに映像制作をやってたり YouTube 自分のチャンネルを持ってもうどんどん動画をね、編集してたりあとはクライアントから、仕事をもらって編集してたりする人ですでに MacBook を持ってて僕のように若干こう不満を感じてる人なんかこうプレビューが止まったりレンダリングが遅かったり書き出しがなんかもうもっさりしてるとかねその辺がどうしても気になるって人は M4 のプロの方を選べばいいかなと思います。でプロ以上になるとサンダーボルト5さっき言ったサンダーボルト5が標準でついて、まあ、使うか使わないか多分最初の方は絶対使わないと思うんだけど、そういうなんかこう未来の、技術最先端の技術を先取りして、入れたいって人は、この M4 のプロ M4 プロを選んだ方がいいかなと。でメモリーに関しても一番下が 24GB なんでその無印の M4 よりは明らかに動画編集だったり 3D のモデリングだったり、まあ、そういったちょっと複雑な作業なんかはもっとサクサクと動くんじゃないかなと思います。でストレージに関しては僕的にはね、512GB から選べるんですけど 1TB にここはアップグレードしといた方が僕はおすすめです。
どっちにしてもね、すぐいっぱいになっちゃうんですよ。512ギガあったとしても、あのアプリとか OS とかですぐ埋まっちゃうし、実質なんか2、300ギガぐらいしかあのちゃんと使えるところがないって言っても過言ではないので、まあ、その辺はね、1テラにアップグレードしといた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあね、僕が買うかどうか、僕がね買うとしたら、今ねさっき言った通り、この M1 MacBook Pro 普段は全然その文句もなく使ってるんですよ。使ってるんだけど、直近の動画編集ではもうめちゃめちゃもっさり動くし、プレビューは止まるしで、まあそういうのがね年間何件か案件が来るので、 M4 Pro を選ぶと、とですよ、最低でも32万8800円なんですよ。で、どうせ買うんだったらね、この、GPU っていうのが写真とか映像の処理をするところなんでだけど、16コアよりは20コアあった方がいいんじゃないかなっていうことで、そうするとね、あの40万円なんですよ。40万円あっても僕の FX30 とかより高いですよ。あの他のね、いいカメラ買えるんですよね。ただ結局そのカメラを新しくもう1台買ったとしても、できることってその2カメ入れるとかそういうことなので、こっちに不満を感じてるんだったら、意外とね映像制作、こうパソコン大事なんですよ。ストレスなく編集できたりするっていうのは、まあ写真の現像も含めてねっていうのはめちゃめちゃ大事なので、買うんであればこっちかなっていうふうには思います。でちなみにこの M1 MacBook Pro、 僕あの2年ちょっと前に買ったんだけど、その3年間のアップルケアがまだ残ってるんですよね。1年ぐらい残ってるんですけど、調べたら、ちょっと僕知らなかったんだけど、残りの月数に応じてその返金があるみたいで、それが1万5、6000あるんで、まあそういうのもうまく使って、で、こいつをまあ下取りに出すのかどうかも含めて、ちなみに僕の M1 MacBook Pro、Apple で下取りをした場合、MAX が9万6千円だったんで、9万6千円考えたとしても、30万円追い金が発生するんで、めちゃめちゃ迷ってます。迷ってるんだけど、カゴには入ってます。入ってるんだけど、じゃあこれを注文確定するかどうかっていうのはどうしようかなっていうとこなんですよね。で、一応ね、僕、あの、今、スタジオではこんな風に、ここのキーボードを使ってるんだけど、家の方では、あの、ワイヤレスのキーボードを使ってるんですよ。で、ロジクルのキーボードずっと使ってたんだけど、ちょっとバッテリーが最近持ちが悪くなったんで、どうしようかな、またロジクル買うのもどうかなと思って、まあ、純正の、なんか買う気満々じゃんって思うかもしんないけど、入れてるんですよ。で、さらに14インチの MacBook のスペースブラックでしょ。それで、Apple Care 3年間入ると4万、まあ約4万5千円なんですよ。全部合わせたらね、47万なんですよ。どう思います？なかなかね、高いです。で、この上にさらに MAX っていうのがあるんだけど、MAX を使うシチュエーションがある人ってもうそうそういない、もう自己満の世界だなと思ってるんで、あの、MAX でもういろんな組み合わせで最大限組んでいくと、もう100万超えちゃうラップトップパソコンができるみたいで、まあもう、下手したらもう軽自動車のね、中古買えちゃいますよね。それぐらいだと思うので、どうしようかな。で、分割にしたとしてもね、あの、月々2万8000円ぐらいかかっちゃうんで、金利ゼロとかね、書いてますけど、この注文手続きがね、押せずにいるんですよ。どうしようかな。行きますか。これね。ちょっと一回家に戻って考えましょう。あの、こういうのね、勢いで買っちゃうと後でね、わあ、やっちゃったって思うんでね、ちょっと考えます。47万っすよ。ちょっと高いですね。どうしようかな。だって仕事で使うんでしょ。買ったらいいじゃない。このチャンネルでは、まあ、こういったガジェットの紹介だったり、あとは映像制作、映像機材の、レビューだったりをしてます。で、普段は映像制作をね、仕事でやってるんで、その舞台裏、BTS だったり、あとはその撮影とか編集のチュートリアルなんかも動画にしてます。
まだチャンネル登録してなかったって人はぜひチャンネル登録とベルボタン高評価を押してくれると嬉しいです。もうねちょっと買っちゃったんで、次は実際に M4 Pro が届いてこれをどういう感じで使うかとか、あとはその実際のスペックとかを紹介しながら、じゃあどれぐらいのスピードが出るのかとか、動画編集の書き出しとかレンダリングがどれぐらいでできるのかっていうのをね、実際の実機を使って試していきたいと思います。それではまた次の動画で。買っちゃった